旭化成太田氷河選手に2本セット、先ほど、素晴らしい一本勝ちをしました小川隆光選手がマッチアップします。太田選手、講道館杯ではちょっとコンディションがあまり良くなかったようなんですけど、この初戦その意味でも注目ですね。そうですね、この初戦の戦い方、多分自分自身で多分組み手技と確認すると思うんですけども、はい、ただ、まあ、小川選手もですね、今日調子いいので、そうですね、なかなか確認している時間もないと思うんですよね。はい、釣り手を下から耳の横まで抜いた太田選手、近づいて引き手を争います。小川選手、その釣り手を潰そうとしながら対峙しております。手首を回し合うような引き手の攻防から小川選手がまず内股で先制攻撃。小川選手今日なんですかね、前自分から先に攻めて今日動きいいですね、はい、近畿地区予選をたびたび制しながらなかなか全日本では勝利に恵まれませんでしたけども、1勝を挙げて乗っているところを感じさせています。今太田選手下から釣り手持つスピード、はい、速かったですね。ケンケンの内股ですが太田選手崩れ切らず、太田選手大内狩りから、手首を、後ろに置いての、背負い投げ風の体落としに行きましたが、これも投げ切れませんでした。まだ投げには至ってないんですけど、まあ、小川選手の方がまあ終始、はい、内股、体落とし攻撃に転じているという形ですね、はい、元気いいですね今日は。はい、だね、今の攻撃で、相手に指導を言ってくれたらいいですね。太田選手引き手外側から持ちました。相手が良い状況になったということで小川選手が逆に先に技をかけて一旦引き手はリセット。太田選手が引き手を求めます。太田選手引き手キャッチしましたが、あ、打ち込んだ。太田選手が引き手外側から持つと小川選手が先にかけることが続いたんですけど、太田選手今回はそれを待ち構えて相手の左体落としに右内股を合わせていきました。ちょっと引き手をなかなか持たないということで小川選手に指導、片側にだけ行ったんですね。そうですね、まあ、小川選手も持ちに行ってはいると思うんですけどものように見えますけどね。あえて差をつけたんでしょうか、両者でもおかしくなかったかなと思うんですが、太田選手もやはりこの釣り手を太田選手に持たせたらですね、はい、なかなか入り込めないので、小川選手片襟持って2本を使って釣り手のアドバンテージを取りに行きました。太田選手が今日初めて外というかから釣り手を持った形になります。太田選手、小川選手持ち替えてかけていったところ、ここ、うん、無理やり投げ切った、うん、これは有効じゃないですか。積み落としあって有効あっていいと思うんですが、今のはかなり動きの中で、そうですね、はい、止まってないように見えますね、はい、有効もしくは技あり、待て、はい、待てがかかり、この間に映像チェックがおそらく入っているものと思われます。お二方の流れの中の技だったのだという意見がありました。もしそうであればポイント入ってたとですが、取りませんでしたね。今のは見切れないんですかね、今のは。やっぱり止まったという判断なんですね。一つポイント現時点も有効あってもいいかなという技でした。手の争い方がちょっと今あれでしたので、あ、手首押さえですか。そうですね、相手の手をこう持ったということだと思いますね。太田選手が手首を押さえたということ、まあ、結果的にさっきの持ち合わないが
こう両者に行った形になったのかなと見てもいいというか、指導は 1-1 の対です。小川選手大外刈りから内股、今の攻撃が小川選手何か見出せてたらいいですね。あの引き手からに変えましたね。なるほどなるほど。組み際の大外刈り非常に小川選手うまいので、残り時間わずかですから、ね、残り5秒で組み立て変えて投げに行ったわけですね。はい、今の入りは良かったですね。ちょっと太田選手身長いつもよりも、まあ、この間の行動会もそうですけども、はい、若干身長かなっていうところは見えます ね。自力があるので受けれているんですけど、はい、持ちましたね、はい、外側振って内股、ああ引き手離れてしまいました ね。小川選手が抱きつきに行ったことで技が、力が伝わる状況ができて回ったんですが、ちょっと引き手が離れてしまいまして、途中まではこれ決まるかなという軌道でしたが、最後に引き手が離れてしまいましてノーポイントです。太田選手の釣り手がだん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 上がってきましたね。釣り手高い位置を持つと技は効くようになります、はい、上がってきましたので、大内内股、あ、出してきますね。引き手は外側から太田選手、いい組み手になりましたね。こう体落としもありますよね。コスト打ちながら次につなげますよね。小川選手が先に技をかけることで、その太田選手のいい組み手の時間ちょっと続いたんですが、小川選手がその振りを悟って先に技をかけました。小川選手の攻撃が全て釣り手が上からなので、どうしても最後肘が上がってしまうんですよね。なるほど、はい、なので太田選手の上半身を崩せないんですよね。なるほど、今この下持ってる状態、はい、ここで手首が抜ければいいわけですね、はい、上に、ま、これがここに出るぐらいのやはり選手たちなので、まあ、もちろんいい持ち方はさせないですよね、もちろん。あ、落ち、ここ、はい、落ちから内股ですが、はい、小川選手一瞬早く釣り手側に体を運んで太田選手のインパクトを許しませんでした。太田選手外側から持ってはいるんですが、小川選手が持ち返し、また太田選手が持ち返しました、はい、今いいはずなんですが、はい、釣り手ですかね、切れてしまった。太田選手、このいい形、わずかに訪れたいい形の時に的確に攻めるといういつも その見極めの良さがちょっと出ていない印象があります。そうですね、一手遅れるだけでもこのレベルになると先ここでめくりますね。めくりましたね。自力があるから取り切ったという形になりましたが、小野さんどうですか、太田選手この試合の評価は。そうですね、もう太田選手のやはりいい時、はい、いい時の太田選手を知っているので、はい、やはり少しこう慎重かなというところと、あと今一歩こう自分の組み手になった時にこう入りきれてない、はい、っていうところが見受けられるかなと思うんですけども、まあ、もちろんそんなに簡単に勝てる試合ではないので、はい、まあ、ましてやこのコロナ禍でですね、はい、なかなかその練習の状況っていうのもどれくらい詰めてるのかっていうところもあると思いますので、はい、まあ、そこは太田選手の今まで培ったものでうまく対応できてたんじゃないかなというふうには思いますけど、なるほど、はい。